はい、おはようございます。えー、今日は、あのー、何、サムネにもあったと思うんですけど、お金を借りる。まあね、何億単位でお金借りる、借りない。中小企業、今コロナのことですごい大変だと思うんですけど、で、国民金融公庫だなんだっていろんなところからお金借りれる。で、あとは給付金期ってお金もらえるだよね。国からもらえる制度とかも、まあいろいろと一つ一つ。まあ実際に僕がね、もう、 やり始めてるんで、まあ交渉も始まって、まああとは降りる段階降りたものなどもあるんで、その辺の話をちょっとしていこうと思います。えー、まあその前にね、ちょっとあの、最近コロナのこと結構動画上げて、まあリ,リアルな商売やってる人間からするコロナのね、苦労だとかいろんなことをちょっといろいろ動画に上げてると、あの、今まで見たことない人がちょっといろいろ、ね、あの、見に来てき、 触れてるんでちょっとその辺、ちょっと自己紹介も簡単にさせていただこうと思います。えー、愛知、三重、岐阜で、まあ塗装屋だね。塗装屋っていうか、あの、塗装屋っていうとなんかさ、建設会社の下請けとかやってるようなイメージだと思うんですけど、実際そういう仕事ってあんまりなくて、あの、民間の工事、90%以上が民間の工事で、一般の人からまあ仕事もらって、今11店舗ぐらいあって、まあ営業所って言って営業がおるところは、 三拠点から今あるんですけど。まあ、そういう状態で、まあ、愛知、三重、岐阜で、まあ、民間工事では、塗装屋さんで、ね、多分一番大きいんじゃないかな、うん。まあ、他の県にしてもなかなかないよね。まあ、保護販売系でちょっと全国的に大きいところとかあるけど、まあ、あんな俺が言わしたら塗装屋じゃないみたいなもんだしさ。な、まあ、お客さん <laughs>、ちょっとそれ見られるとてこ怒られるかもしれないけど、そういうこと言うと。まあ、まあ、塗装屋じゃないよね。でもあんなん、ね、うん、飛び込み営業なんてあれだけど。まあ、 そんな感じでやってます。今んで、まあタイトルとかにはちょっと文字で入るんかな動画の右上かなんかに入るんかな年賞12億ってあるんですけど、まあ南世耕と七色って会社が2つあって、まあ実際にこの南世耕っていうのは、あの、社受けもちょっとやってるし、まあ七色の仕事もまあやるんですけど、あの、他の建設会社とかから仕事もらってやってる部分もあります。で、七色っていうのがまあ営業マンが仕事獲得して、あの仕事獲得って飛び込みとかはまあうちは一切ないんですけど、あの、 あの、会社からホームページ、あの、折り込みチラシだとか、イベントやったりね。で、実際に、まあ、お客様の、その、リピートっていうのかな。あの、今までやった人が、まあ、リピートに来るのもあれば、まあ、近所でね、やっぱ仕事でいい仕事しは近所から来るじゃないですか。まあ、そういうのとかから、まあ、大体、売り上げ。まあ、このコロナの前ね。まあ、今んところ売り上げはちょっとまだその1割、2割ぐらいしか下がってきてないのかな、というところなんですけど、まあ、実際に、その何 そのコロナの前だったら、まあ月6000万から7000万ぐらいあるんかななんで結構あるよね ?60 棟か70棟もうちょっとあるよねひたしたら。まあアパートマンションも、のオーナーから依頼っていうのもあるんで、ドーンと売れ上がるときもあるんですけど、まあそんな感じかな月60と70棟ぐらいやってます。えそういう中で、まあコロナ、ちょっと今日座っとるのはさ、ちょっとパソコンにもいろいろさ、ちょっと難しい話だから、ちょっとあんまり間違えてもいかんなと思って、もう資料こ,こんだけちょっと用意して、ちょっと今日喋るんで、あのー、 まあちょっと間違い取るところもあるかもしれんけど、まあ、細かいことはあの税理士さんだ労務士さんだ行政書士だっていうのに聞いた方がまあ早いしネットでも出てくるから、まあ、ちょっとその辺はねもうご愛嬌で許してほしいけどあのまあ経営者として自分でねあの個人事業主でやっとるんか、まあ、経営者でやっとるんかはちょっと俺は分からんけど、まあ、そういう人たちがまあどういうものがあってじゃあこういうものは使ったら得なのか損なのかっていうのを まあ、見極めながら使っていけばいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、一つ一つ話していきます。えー、じゃあ、まず一つ目。まずは、その、持続化給付金に、あ、持続化給付金って言って、あの、給付金だから、まあ、これ全部お金も,もらえるんだよね、国から。んで、ちなみにこれは僕ちょっとやってないです。これは何っていうとね、あの、もう、うちよりもっとひどいところしかもらえんと思うわ。その、 法人、よくね、なんか、まあ、俺、グーグルの、グーグルっていうか iPhone?iPhone のあのニュース、Yahoo ニュースかななんかそんなやつも入れとるもんで、自動で表示されてくるじゃないですか。あれにも結構ちょこちょこ出てくるもんで、まあ、そういうのあるんだろうなーって調べとったのがあるんですけど、あの、法人、まあ、ちっちゃい会社でもいいんだよ。法人だったら200万円。で、個人事業者っていうのは、だって個人で、まあ、やっるでしょ。あの、それ100万円もらえる。で、これ、ただし、あ、 ただし、昨年1年間の売り上げから、あ、減少分を上限としてって書いてあるもんで、ね、200万円か100万円もらえるんだけど、まあ、その、上限分としてたのんで、減少した分が、まあ、30万しか減少しなかったら30万しかもらえないってことだよね、多分まあ、それは当たり前か、そんなんねで。これっていうのは、ね、何っていうと、まあ、支給対象。まあ、これちょっと見れるかな。支給対象は、その、書いてあるでしょ。50%以上売上が下がってないというか、って言ってんだよね。 うん、50%以上下がってるってことは、まあ相当でしょ、ここでね。うん。こんなん、だって飲食店ね、ちなみに俺と同級生、まあ飲食店やってるんですけど、ほんと80%、90%売り上げ下がってるとか、でまあ俺の知り合いからもちょっとそれ聞いたけど、うん、やっぱ90%とか下がってるっていうもんね。だってこれはまあまず、貰えるでしょ。でこれなんかあれじゃないこれちょっと俺も、はっきり覚えてないですけど、例えば営業所が何個かあったら、多分営業所ごとでもらえるじゃなかったこれ。 違うかなあれ50万円のやつかなあれは。それもあるよね50万円のやつとか。あれはまあちょっと俺はわからんだけど。でまあここに書いてあるのは資本金10億円以上の大企業を除きだね中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など 会社以外の法人について幅広く対象となりますって書いてあるんで、その、だって、まあ、まさにもうちっちゃい会社が、売り上50%以上、もう、まあ、50%以上って言ったら、まあ、ええことだけど、うち50%以かって言ったら、ねえ、まあ、会社の、俺が苦しいのもあるけど、まあ、社員が苦しいのね、多分ね、もう絶対休みにさせないかしない職人さらのお仕事はないやもんね、だって半分だもんね、うん。 で、まあ、ここにちょっと電話番号書いてありますけど、まあ、言ってもいいよね、別に。9時から5時まで対応で、0570、781187で、まあ、相談窓口だね。まあ、電話で相談乗ってけると思います。対象期間はいつですかうん、これは2020年、まあ、だって、いつ売上がじゃ50%下がれいいのっていうのは、2020年1月から12月のうち、うんだって今日、うん 1>, 1月から12月。で、19年の同月比で売上が50%以上減少した一月について、事業者の方に選択いただきます。だって、1ヶ月でもいいってことだよね。これ50%以上下がってんのは、もう、1ヶ月でも下がってれば、まあそこを申告。去年の、例えば今で言ったら1月、2月、3月だから、もう4月か。3月の、今の、この先月の3月の、 去年の3月で見比べて、その、まあ50、50%以上下がっとったら、ま、いいってことだよね。まあ、笑っちゃいかんけど。申請給付はいつから始まりますか、うん、補正予算の成立後。だってまだ決まってないんだよね。これ。だってまだ国会でやってんだよね。多分ね。1週間程度で申請、これ、今日印刷したやつだから、まだやって、やってる最中だよね。補正予算の成立後、補正予算いうのはだって国会で決まったってことだよね。 一週間程度で申請受付を開始します。で、申請の方法は、あの、ネットって書いてあるけどな、あ、ここ書いてあるじゃん。申請者の銀行口座にあ振り込みます。で、申請方法を教えてください。あ、ここに書いてあるわ。申請方法は、ウェブ上で申請を基本とし、必要に応じて感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援、必要情報の入力などを行う窓口。あだって窓口で入力も、 もしかしたらその感染対策を講じながらやりますよっていうことですよね。うん。で、法人の方、個人事業主の方、うん、あ、何が必要かか。うん、必要な情報を教えてください。申請に必要な情報を教えてください。住所や口座番号に加え、以下の、以下をご用意ください。通帳の写し、法人、法人名義、個人事業、まあだって会社名義だよね。で、通帳のう,うちもいる。 で、それと、法人の方は法人番号。1番ね。2番、2019年の確定申告書類の控え。だいたい税金払ってないぞ。だってもらえよ法人。まあまあ、法人税金払ってないぞ。法人、あ、税金って確定申告してないとかよ、うん。で、3番、減収月の事業収入額を示した帳簿など。減収月の事業収入額を示した帳簿などって書いてあるけど、まあだけど今年入ってさ、1年に1回しか、 うちはね、まあ規模がある程度あるんで、毎月税理士さん来て、ね、あの、月次決算っていうのを出していくんですけど、まあ出てないところは、なんか俺、一部のその税理士 YouTuber がなんかそういうのも見、見たんですけど、なんかメモでもいいみたいね。まあこんだけです、みたいな。まあ振り込みの証拠とかでもいいんかな。まあ何でもいいと思う。とにかくその、だって、確定申告っていうか、毎月決算出してないところなんか、 ね。まあ、例えば12月末で決算を締めて、うちは1月末なんですけど、1月でも決算終わって、去年。うん。で、まあ、今2月、3月を迎えてるけど、まあ、うちも数字悪いけど、まあ、そういうのを証明出せばいいよってことだね。で、個人事業主の方は本人確認書類。2019年の確定申告書類の控え。個人事業主の人は本人の確認書類。だって免許証とかあるんで十分だよね。 で、あと、2番、2019年の確定申告書類の控え。で、3番、減収月の事業収入額を示した帳簿などだもんね。うん、帳簿だもんね。だってメモでいいんだよね、別に。帳簿ってだって家で自分で付け取る。手帳に付け取ったって帳簿だもんね、それは。うん。で、まあ、今年の、まあ、まあ、同じだよね、結局。今年の証明と下がっとる。あと10、2019年、去年の確定申告の書類の控え。控えだでコピーでいいってことだよね。 いうことです。まあ分かったかなちょっと俺もまとめて嫌やけど、まあなんかさらさらと、まあちなみに今日土曜日ですまあまあ。もううちは在宅やっとるんで、まあ社員さん。まあ一人だけでできてジムでね。上で今仕事してくれてるんですけど、まあこれ俺自分の部屋で今おるんですけど、まあ今日はちょっと動画朝から撮ろうと思って、まだ本当にまだ 10, 10時とかそんな時間だけど、うん、まあそういう中で、まあ今日やってますね。ちょっとまだテンション上がってないかもしれないけどね。 はいあのー、続いてで日本政策金融高校さっきあの国民金融高校って言ったと思うんだけど俺ここ見たらさこ日本政策金融高校なんだ多分もう名前変わってんのかな昔ね国民金融高校にネット出てくるんだけどあの、まあ、日本政策金融高校になってるから、まあ、どっちでも同じだと思うんですけど今愛知県でいうと厚田と寒河江かなんかにあるのかなで俺は熱田区でもともと昔国民金融高校からお金借りたことあるんでまあ口座が1回あった状態っていうかな 株式会社のナイルと南施工って2つあって、まあ、あった状態なんで、その、まあ、話はスムーズに進んだんですけど、その、日本政策金融高校で、その、まあ、じゃあお金借りれる。じゃあいくらまで借りれるのっていうと、融資限度額は6000万って書いてあるんですけど、折金行った感じだとね、まあ、 その、審査によって額が変わるって感じで。で、いくら借りたいですかって、あの、銀行みたいにね、なんか、俺、本当に、国民銀行行って、本当にさ、ああ、じゃあ、日本政策銀行行って、本当に思ったのが、もう、ドル腹立つなと思ったの。なんか、愛想でんだ、あれ、公務員だもんね。でさ、なんか、俺は聞きに行ってんのに、もう、実際に店舗にバーって行ったんですよ。まあ、電話一本入れて、なんか用意してた方がいいもんありますかって、これ用意してくださいと。で、俺も、いろいろ話聞いて、ね。 そこから借りる借りんも含めていろいろ考えたいなと思ったのに、もうなんか、質問しても答えてくれないし、うん、なんか本当にね、もうここの場を借りて言いたい。もう、もうお前らもうちょっとしっかりせえやっ,って、<laughs> みんなお前中小企業苦労しとんのにね、あいつらノーノーとさ、給料もらってさ、まあ今、いや、ちょっとこれ悪口になっちゃってあれだけど、俺の感覚ではだってその、書類を出して、まあマックス6000万、ただし、ただし3000万を限度として UC53 年目までは、 基準金利マイナス 0.9%4 年目以降は基準金利とかまあまあちょっと後で詳しく説明するんですけど3000万まではその多分金利が下がるだとかいろんなそのコロナ対策金だけどまあコロナのために6000万貸すんだけど3000万までは金利がもうゼロになるよとか0.9になるよっていう話がまああるんですけどあのねそのもう俺が言った感じだとまあちなみに俺もうぶっちゃけで話すると、まあ、まだ言っていいんかなと思うんですけど 株式会社七色で五千万出した。で、今、まあ、南瀬古で三千万出した。八千万円出したんですよ。で、まあ、これからまあ、見積もり、見積もり以来も減る、減ってる中で、じゃあ、ね、まあ、金利が安い、ももしくは無料だったらさ、その、借りといて、まあ、安全じゃないですか。で、まあ、借りたんですけど、借りたっていうか、でね、実際にね、あの、言ってたのは、 持ってくじゃあ書類書いていくで、まあ、電話したらそのあのネットで教えてくれるわで俺書類全部書いてあと本当にもう簡単な去年の決算書だけ付けて持ってっただけなんですけどなんかいろいろあったから何年借りたいとかで俺はそこはもう全部空白にして持ってったんですけど何年で返済ねで、まあ、向こうに持ってったら「まあ、ここ埋めてください何年で返したいですか」って言ったのでまあその制度をちょっとちゃんと聞きたいんでそれによって年数決めたいって言ったけど。 まあなんか、要は強化なこと言ってたもんで、ね、まあいいわ、じゃあ最長でいいわみたいな感じで、10年か15年で書いたんですけど、この、まあ、資料によると、設備資金だったら20年、運転資金だったら15年って書いてあるね。で、担保は無担保。で、で、ね、俺がまあ行った時もそうだよね。じゃあなんか担保出してください。会社、不動産持ってますよね。出してくださいとか、あのー、ね、そういうことはまあ一切ないです。で、 ちょっと俺がいろいろ調べた中で、あの、間違っとったら本当申し訳ないんですけど、基準金利率0.9%部分、マイナス0.9%部分については、今後はいわゆる実質無金利あ、無利子化の対象となりますって、まあこれ書いてあるんですけど、あのね、二通りあるんですよ、これ。あの、ちなみにこれどうなったら借りれるのって言ったら5%以上売り上げが1ヶ月で。で、俺は2月か3月の 部分で出したかな、出、うん、まあそれ資料みたいなの出して、まあ1月2月3月って、ま、全部書かなかったから、ちょっとそれはまあネットかなんかで資料出したら多分出てくるんで、あの見てほしいんだけど、あの実際にこう出し、その出して、なんかネット調べると5%だとか15%だとか20%ってまあ情報が拡散しそうなんですけど、その5%でいい。5%下がってたらもう、 結構ね、俺は早い段階、もう本当に行ってね、あの、俺も知り合いの、ね、国民金融高校、ああまあまあ政策金融高校でお金借りるでどうのこうのでって言って、教えてとかいろいろ人にから聞かれることあるんですけど、なんか混んでなかったよ別に。もう本当に俺が行ったら熱田区なんで、そこ熱田だけなのか知らんけど、まあ全国的にはどうかしらんよ。でも本当に街なんか二人ぐらいしかなかったかな。銀行の方が一の混んでるんちゃうかな。ただその書類出した時に言われたのは、その、 あいつらはたあくまでも受付だもんね。あの、愛想のない奴らは。つ <laughs> んで。で、その後ろ側っていうか、そのね、まあ、そこの店舗におるかどうか知らないけど、それを審査する人たちは、まあ、その、から連絡があります。それはちょっと混んでるから、あの、少々お待ちくださいみたいな。で、下手したら2、3週間ぐらいかかるんで、あの、それは、あの、待っててくださいね、みたいな。まあ、こんないい言い方してくれんかったけどね。 うん、なんかもう混んでますん、ね、でこうですねああですね、言っとったけどまあ話はちょっとずれてるとこなんですけどでちなみにその5%減少で問題ないあもう書いてあるのはまあ書いてあるまま読むよ業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合などは最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方。 だって、歴3ヶ月以上、1年1ヶ月未満ってことは、まあ1年1ヶ月か、まあ3ヶ月以上やっとって、1年1ヶ月以内の人は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少する。だって1年以上でもう計測できないから、ね、次の、次のいずれかと比較して5%以上減少しているってことね。で、過去3ヶ月、最近1ヶ月を含みます。 の平均売上だ,だってまあ3ヶ月しか会社、まあ、立ち上げて3ヶ月で去年の12月とか1月に立ち上げてもうこの3ヶ月ぐらいで今月が下がったっていうだけで金借りれるんだよねこれで令和元年12月の売上高令和元年だって去年の12月だよね去年の12月からまあ2月3月でも年末まあ建設業って年末って売上が上がるじゃん,、うんまあ建設業に関してはそうだよね で、令和が年ね。10月から12月の平均売り上げだか。だって、去年の年末だよね。10月から12月、10、11、12の3ヶ月間のうちの、あ、3ヶ月の平均から、じゃあ、まあ今の3月とか4月が、うん、5%以上下がってたら、もう借りれるってこと。もう、もうほぼほぼ借りれるよね。じゃあだって、こんな、わかんないけど、まあコロナで、利益出てるってマスク作ってるやつだよ <laughs>。あの、キットとかね。 かかんんんななないいけどもうみんな苦しいんじゃないでしでょうか、まあ、笑って話す話じゃないかもしれないんですけど。で、このね、15%とか20%っていう話がいろいろ出てきてると思うんですけど、これじゃ15%じゃ20%って何を指していってんのっていうと、まあ、俺が、まあ、あの国民銀行あで、まあ、政策銀行で俺聞いたら、その答えてくれなかったら、まあ、そんなんなんか分からんわみたいな感じの反応だったんですけど。 あの15%、20%って言ったら違う制度があるんじゃなくて、15%以上売上高にあ小規模事業者は15%以上。法人でね。で、中小企業は20%以上売上高の。が、下がった場合は、実質無金利化になるみたいな。うん、ちょっと読もうか。新型コロナウイルス感染、 小特別貸付は一定の要件に該当する場合当初3年間1億円を限度として災害発生時の融資制度に適用される利率から0.9%低減した利率が適用されます。なんでさこういう国のやつってこう難しい書き方するんだろうね。一回であるから全然わからんだけど、まあ、当初3年間1億円を限度として災害発生時の融資制度に適用される利率から パーセントまあだで、うんまあ、5%とかの場合はまあまずね5%以上だって10 15%以下だよね 14%13% の人はもともと国金から例えば何パーセントで借りるまあ企業によって違うんだうこれそのうちだとこんだけまあもっと優秀な企業だとこんだけってな何何回かなんかあると思うんですけどそこよりは0.9%下げますよってことだよねでまあ続き読むよご融資後は利息も含め広告に5偏 再いただきますが、後日提言した利率の利息部分についてお客様へお返しする利子補給の制度、特別利子補給制度が政府において設けられることとなり、なっており、この利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子でご利用いただけるというものです。まあ、かっこ注意って書いてあって、 新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方であって、次のいずれからの要件に該当する方が対象となりますっていうところで、まあ、ここまで今読んだんだけど、でここに書いてあるのが、ね、あの、まあ、売り上げ、あの、小規模事業者の個人は要件なし、法人は売上高15%以上で、中小企業は売上高の20%以上ね、これ、まあ、 小小規模事業と小業と中企で法人と個人があってまあこっちはまあ個人ないわねあの中小企業なのでで小規模事業者とは卸小売業サービス業は常時だって、まあ、卸小売業サービス業の人は常時使用する従業員が5名以下の企業を小規模事業者と指すだよね。 それ以外の業種は常時使用する従業員が20名以下の企業を言います。それ以外の業種、建設業だったら20人以下の従業員の会社は小規模事業者っていうことだよね。っていうことは15%以下でいいんだよね。まあうちの会社はちなみに多分中小企業になっちゃうもんで20%下がってないというかんだけど、まあ俺わかんないけど、今の段階じゃないもんでこれ、あの、ね、あ、あの、例は 4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症、あの、緊急経済対策において資金繰り対策の強化が公表されていましたが、具体的にどのような変わるのか教えてください。ちなみに、これまだ、閣議決定されたって書いてあるんですけど、4月7日に、まあ、閣議決定されたんですけど、その、さっきも書いてあったよね、まあ、ある程度は決まってるんだけど、全部は決まってないみたいな。なので、あの、ある程度のこういう方法で、もうその、 利息を返しますっていうのこれ多分。返すじゃないな。別に返す、くれるだよな。まあ、返すって言ったら失礼だよな、こっちが。だけど、その、まあ、利息分にか、まあ、もちろんじゃあ、10年、15年で、ま、組みますよね。俺で言ったら、ま、今5000万と3000万だし、これがま、確定されるじゃないですか。まあ、じゃあ貸しますねって言って。で、8000万借りる。まあ、二社でね。で、それをま、毎月、ま、30万なのか50万なのかわからんだけど、まあ、返していくわけでしょ ?10 年かけて。で、その中で、まあ、 利息っていいいうのももるわけじゃないですかもちろんだけど、まあ、0.9%5%、まあ、以上だったらね、の部分は返済します、返済じゃないね、あ,のあの、まあ、上げるよってことでしょ、国から。うん、で、まあ、俺で言うと中小企業だから20%もし売り上げが下がったら、これだってもう今だけじゃなくていいんだよな、多分ん。まあ、来月、再来月、翌々月とかにも下がっても、 結局だだってまだ確定してないってことじゃん、だってそこの申請も出してな、ね、い、俺も売り上げが20%下がってるからこっちでやってくれ、あっちでやってくれっていうのも、国民銀行は何も聞かない、とにかくまず営業から電話かかってくるっていうか、その担当から営業かかってくるんで、それまで少々お待ちください、じゃあそれがまあ今混んでるから2週間、3週間かかると思いますみたいな連絡だったんで、まだ待ちの状態だって、そこの時に聞かれるのかわからんけど、とにかく5%以上下がってたら、まず金は借りれる、で、20%、30%、まずじゃあ、うちもわかんないじゃん。 今だってもう本当に見積もりがねやっぱりちょっと減ってきてるんで、まあ、今これからね特別キャンペーンみたいなやろうかなと思ってるんで、まあ、お客様も、ね、これ聞いてたらちょっと本当にねあのメーカーとか職人さんにも協力してもらってもうねあのすごい、まあ、お値打ちなキャンペーンでまあその代わりにコロナ対策きちっとしてもうあのテレビ電話とかで見積もりしようかとか言ってるんですけど、まあ、そういうのをちょっと特別なことをやって今だけお客様にお願いしてでも。 塗装させてださいって言って安くできそうなものがあればやりたいなと思っとるんでまた声かけてほしいんですけどまあまあ話戻すわ。で,でまずは5%以上の人はあのお金借りれるで実際に20%とか下がってきた時にうんこれが発動してまあお金が何年後かわからんけどお金が返ってきますよっていうのがこの中小企業のあの何だ 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症を特別貸付枠っていうものですちょっと長なっちゃったんですけど、えー、じゃあ続いてこのじゃあ銀行のやつか行ってみようと思いますはいじゃあ銀行のんですけど、まあ、ちょっとだいぶね時間も喋って喋ってお前もうちょっとまとめろって言うんですけどなかなかねまとめる時間もなくてまあある程度下準備するんだよこうやってペ赤ペンして結構 こう一時間ぐらいはやるんじゃないかな。ただもうさ、あんまりなんか全部喋ることも全部考えるともう、なんかそういうこと考えただけで4時間も5時間もかかってくるじゃん。何回も練習したりするとね。だから、ちょっとまあそこまではあんまりやれないんですけど、まあ、まあダラダラね。俺よくやるのは YouTube をあのラジオみたいに聞いてる。だってまあ 元々はなんかこのパソコンとかでやってたけど、まあ今ね、こうやってラジオみたいな感じで、俺はその結構勉強する YouTube のやつ結構今あるじゃん。それこそゼリシ YouTuber とかすっごい勉強になるから、あれ見たらいいと思うんですけど、ああいうの見たりさ、いろんなね、あの、YouTube の戦略のやつだとか、インスタの戦略のやつだとか今見てるかな。で、広告の戦略のやつとかいろいろ見、見てるっていうか聞いてるだよね。車運転しながら。でも本当に、 まあ、運転してる時に YouTube 見ちゃあかんでしょもちろん。運転、携帯も触ったらあかんからさ。まあ、ラジオみたいに流して、まあ、ずっとやってるかな。はい。で、これ、じゃ銀行のやつは、これちょっと大きく分けて3つで、まあ、今これね、あの、銀行さんに聞かれると、あ、どこ、ど、どこでやったんだうちのお客さん、あのうちの担当者銀行さんが、まあ、参考ぐらいあるんですけど、まあ、いろんなところでやったんですけど、これ、ちなみにね。 うん、で、まあ、じゃあ、うちの銀行でやってるとか言って怒られそうだけど、まあ、まず一番最初にうちがやったのは、この一番右です。愛知県有志制度、経済、環境、適応資金、一般枠、サポート資金。これまあ、URL 貼っとくんで、これダウンロードできるようになっとると思うんですけど、あのね、新型コロナウイルス感染症対策、緊急つなぎ資金、あ、名前がね、 これあ制度名がなんか2つあるからごめんね。ちょっと下,下に行くと、新型コロナウイルス感染症対策、緊急つなぎ資金。で、運転資金で5000万円借ります。で、3年間で、あの、利息は1.2%。で、当初保証料は県が全額負担。すごいね、これね。だって、5000万円は、その、保証協会が、あの、保証協会ってみんな知ってるあの、そうだな俺の同級生から、まあ、 友達の会社が、ね、あの聞、聞きたいって言って、どうやってお金借りたいまあ借り、借りたことない人が借りるって、やっぱ最初俺すっごい不安だと思うんだけど、だから、保証協会って教えてあげるけど、あの、愛知県保証協会ってもあるんですよ。だって、ま、他のね、東京都保証協会とかも全部あると思うんですけど、まあ、そこに一回では行かなかったんですよ。だけどね、本当にね、俺もガチガチになってスーツ着て行ったけど、なんか本当シュッて終わるわ、国のやっとる奴らってなんか。 もう作業みたいな感じだわ。なんか、こうやって書類持っていくじゃん。もうすっごい考えて、こうやって書いたらちょっと書かなあかなって字もさ、なんか、はみ出したらあかんかなって、面接みたいな感じでさ、なんかいい加減なやつだと思われたからって、ビューって書いて、もうヒューって持っていったらさ、もう本当ここんなノリを、なんかこうやってピューって出したら、はいどうも、はい、あ、はい、すみません、みたいな感じで、本当にもうなんか、数秒ぐらいで終わった覚えがあるんですけど、まあ今はもうね、社員の子が言ってくれるもんで、俺行かないんだけど、うん。 まあまあちょっと話し戻すわ。で、愛知県保証協会は、あの、保証ね。保証協会ってどういうことってう金利1.2%って言ったでしょ ?3 年間で1.2%。これ、まあ、ちなみに3年間しか借りられないんで、3年で返済しなきゃいけない。で、1.2%で借りれるっていうのは、だって5000万で、まあ、なんちゅうの、福利っていうわけじゃないけど、5000万だけど、 実質年1.2だけど、返済してるでしょ ?2 年目だと今度また返済してるから、また金利が1.2でも変わってくるんで、もうずっと返済してない。もう5年間ずっと取りためて五年、あ、じゃあ3年間か。で、3年後にボンと返すとしたらね、もうそんなんできないよ。できないけど、もし払うとしたら、1.2%1000 万だったら、12万円だよね。だから、まあ5倍とすると、12万円なら5倍だから、60万円か。まあ1年目は60万円。 だけど、年1.2%だから、もっと下がってくると思うんだよな。ずっと毎月返済していくから。ね。実質はどういうふうになった実質年率っていうのが多分また出てくると思うんですけど。うん、だって、5000万借りて年間60万でいいわけよ。ね。で、普通はじゃあ銀行ってお金貸すときに、あの、まあ、中小企業のお金借りたことある人はわかると思うんですけど、国民、あ,あの、いや保証協会が銀行に保証してくれるわけ。 で、それっていうのは保証協会になったら、まあ多分その国の機関だよね。こ公務員でしょあいつら多分。だから、国がまあこいつらをじゃあ保証しますって、あのね、国がまあ中小企業が円滑に回るために、国がバーンと保証してくれたら、銀行がこの金利で貸しますみたいなことじゃないですか。で、プロパーっていうのもあるでしょプロパーっていうのはもう保証協会抜きで銀行が借りれる。 でちなみに、まあ、うちもまあ、ある程度企業もちょっとずつ、ちょっとずつ大きくなってきて優秀になってきとったんで、実質今まで借りてたの1.2%以下で保証協会多分なしだよな。なしで借りれとると思うんですよ。だからこっちの方が気に高い。で、ちなみにこれ、まあ、そいつも動画見てるで、あの、同級生で本当仲いい子が言ってたのが、まあ、この、ね、これ全部でこの、まあ、俺が今から話す話で、まあ、2億5千万ぐらいの話になってくると思うんですけど、あ2億1千円か2千円ぐらいかな。 話になってくると思うんですけど、あの、金利安いもんで借りたらって言って、まあ、連絡入れたら、いえい、何言っとだって、俺は10億を 0. 何パーぐらいで借りとるって言ってたから、もう優秀な企業だから、もう本当に優秀な企業だから、もう多分、その等級みたいなのがすごいんだろうね。で、保証協会なんかも,もちろんなしで、0. 何パーで、もう4パーとか3パーとか言ってたんじゃないかな。だからもうこれ高いから借りないと。で、今回まあ、いろいろあるもんで、年始ぐらいに10億ぐらい借りたとか言ってたから、確か。 俺もちょっとそれうる覚えだよ。うん。あそうなんだって言って、まあ終わったんだけど、俺そこはね。で、まあこの制度を使えば、1.2%はもう固定っていうか、優秀な企業だから、ダメな企業だからじゃないってこと。もうその制度だからね。で、保証のその5000万、新型コロナウイルス感染症対策、緊急つなぎ資金っていうのは、あの、それで借りれるわけですよ。 なのでもあの銀行とかにちょっと問い合わせるといいけどね。銀行が窓口だから。で、保証協会一回行ってきてくださいねとかはあると思うんだけど、うちはなかったかな。社員が行ったのかな。まあ、そんな感じです。はい。じゃあね、セーフティーネット保証。これだって制度がこれ全部銀行で3種類なんですけど、大きく分けてね。これちょっと見づらい。うん、ちょっと一回止めとくよ。うん。ね3。3種類あるんですけど、まあ、ここと、ここと、ここだよね。で、今、 さっきこれ言ったでしょこっち側から言ったよね。で、次はここ、ここからここまでのやつをちょっと話しするんですけど、これは、大きく分けて2つに分かれるんですよ。これね。それは何っていうと、まあ、先に言っとくと、まあ5、5%以上減少しているのか、さっきの話と国民金融と同じ、20%以上減少しているかによって、政府にネット保証4号とか5号とかって変わるわけですよ。で、まあ、ちなみに、その、 俺はその、これで8000万の申請出しまだ、あ、借りれてないんだけど、あの申請を出そうかっていう段階かな。で、銀行と今、調整中だと思うんですけど、じゃあこれ、8000万円、またどういう、どういうふうに借りらるか、同じ1.2%。で、俺はこれちょっと電話で確認したんだけど、あの、で、あの、保証協会の費用は、これはお金かかる。さっきはもう無料って言ったでしょあの、新型コロナウイルス感染症特別あ対策、緊急つなぎ資金か。 だけど、この、セーフティーネット5号、4号の愛知県融資制度経済環境適応資金サポート資金って、まぁちょっと新しい名前なので、わけわからんけど、まあ究極言ったらセーフティーネット保証だよね。は、金利っていうか保証料がかかります。で、それっていうのは0.79%保証料が。で、あのー、 銀行から借りるのに1.2%と0.79%かかるから、両方合わせると、まあ2%ぐらいかかってくるってことだよね。で、俺はまあ、もうマックスイいんちゃうって言っとるから、まあ8000万。借りれたらね、まあこれいろいろ審査して、まあちょっともっと苦しいところがあるから、ね、下げてくださいなって言って言われて7000万、6000万になる可能性はまだあるんですけど、8000万に借りれて、じゃあ1年目どれぐらい払うかって言ったら、まあ2%で計算すると、いくらだ ?80 万。160万か。 160万ですまあそれが高いと見るか安いと見るか俺ちょっとわかんないんだけどただまあ俺もね会社潰したらあかんっていうのもあるしこういう時だからやれることっていっぱいあるじゃないですかまあ逆に俺はちょっと思ってるのはまあ求人今ね人がねどこも仕事がないって言ってる時にまあうちは営業マンの求人はちょっとかけようかなって思ってる部分もありますんでそれにねお金がかれて会社守るためにじゃなくて守るために俺は求人やるし 守るためにいろいろ、じゃあ対策だって、だって商談は今本当に40%、50%下がっていっちゃってるから、じゃあこういう時に SNS とかそういうこときちっとやっていきましょうとか、YouTube もだこれできるだけ多くやっていこうって言って、ちょっと俺も頑張ってやってんだけど、長なりすぎてるけどね、この話が。で、まあその、8000万で、まあ約2%近くで借りれる。 で、この条件は、まあ、さっき言ったように5%の売り上げ減少が20%の減少で。指定業種に属する業種を行っており、製品など価値のうち20%。まあ、よう分からんけど、もう書いてあることが難しいもので分からんけど、まあ、多分あの、さっきのあの、何やった国民金融公庫じゃなくて、政策金融公庫と同じような内容だと思います。で、まあ、俺は銀行さんがこれはやってくれるから、すごい丁寧に教えてくれる。で、いろいろ会社にも来てやってくれる。で、それがま、銀行もだって1.2%手数料もらうわけでしょ。 で、保証協会が保証するって、まあ、万が一俺がパンクしちゃって多分、全額入ってまあ何割かは入ってくるわけでしょ全額ではないと思うんだけど、ある程度、あれだたと思うんだけど。うん。まあ、そんな感じま、あわかるかな。で、じゃあ最後に、危機管理保障っていうのやろうか。もうこれ最後ね。これ一番右。で、これもね、なんかちょっと、俺はようわからんだけど、8000万と同じこれも8000万なんですよ。で、大企業っていうか、中小企業とかもこれちょっと規模が大きくなってくると2億8000万とかもあるんで、 まあこれは俺はちょっと当てはまらないし、YouTube 見てるとそんなここはまあ,あんまり関係ないと思うんですけど、これっていうのもあの危機管理保障枠。だって俺はもう,こうセーフティーネット5号と危機管理保障で、両方で今1億6千万も万出してる。まあこれはね、金借りてること、あんまり恥ずかしいことで言いたねえなと思ったけど、知り合いにも頼まれるし。まあだけどこれ使わんでよかったら本当に使わんでいいもんね。だけど、もう何が万が万が一。 職人にも言っとったけど、俺昨日その前ちょっといろいろあって話、まあみんなにね、ちょっと本当に売り上げ協力してくださいって言って、まあちょっとみんなに話したもんで、ね。金がいきなり明日からボーンって止まって、お金払えん。いきなり俺がなんか夜逃げするってことだけはもう俺は絶対ないもう辞めるならもう辞めますって言うからって。あの、だって2年続くって言ってる人おるでね、これコロナ。俺わかんないよ。だってこれはまあ YouTube でこんなこと言うことじゃないと思うんですけどさ、あの、ね、頭がパニックしちゃうもんね、みんな。で で、一ヶ月、二ヶ月って言ってる人もいる。で、一年って言ってる人もいるし、二年って言ってる人もいるし、まあ本当わかんない。夏が来たら終わるんちゃうかって言ってる人もおるから、まあ俺はまあ、それはもうあんまりね、俺がこうだって言うべきことじゃないと思うからわかんないけど、2二年続いてもいいようにしとかなあかんわけじゃないですか。で、二年続いて、じゃあもう三億、四億、五億ってね、なんかくらったら、うん、払えるようにしとたなあかんっていうかさ、まあやれるとこまでやって、 うん、まあ、なったらもう会社潰すしかねえよな、ぐらいのこと。まあ、これどうなんだろうな。法律上問題あるのかどうかわからんけど。ただ、もう今、その、一生懸命やってる。いろんなことをメーカーとも協力しながらいろんなことはやってるから、できるだけね、赤字を減らす。毎月。それはまあ、それは俺の仕事だしさ。まあ、それにね、俺の指示に従って、幹部も社員も今一生懸命動いてくれるから、ね、 頑張らればなんだけど、もちろん。少しでもその赤字幅を減らすっていうか。うん。だけど、まあね。わからんもんね。本当にね。もうちょっと話戻すわ。で、これ、セーフティーネット保証枠と危機管理保証枠で、だって8000、8000、まあいけるんだよね。で、愛知県の、まあ一番最初に俺がもう借りたよってやつもうこれ多分資金入っとると思うんだけど、それも5000万だから、全部合わせると2億1000万か。 借りれると思うんですけど、まあ、会社の規模にもよると思うよ。それでちょっとそここまではダメだよっていうのもあると思うけど、今は結構まあ賢いと思う、ある程度規模があれば、うん。で、最近1ヶ月間のこの危機管理保障の一番最後のやつね、最近1ヶ月間の売上高が前年同期で15%以上減少しており、それ、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高 などが前年同だって15%以上だよな。ちょっと書いてあることがあんまり用がなくて、ちょっとか動画が上がてきたら疲れてきたんだけど、ちょっと一回休憩したいなっていうぐらい、酸素が足りんわ、マジで <laughs>。ね、あの、まあ、とにかく、同じ、まあ、制度としては、あ、0.79って書いてあるじゃん。うん そういうことです。で、まあ、俺は、その、今みんな見てる人でお金借りたことない中小企業の人。で、個人事業主もこれ借りれるから、その、法人にしてなくてもね。あのー、お金借りるって、やっぱり、あの、なんか、ね、日本人って特に、まあ、海外の人とかと喋ると、金なんか借りまくれっていう感じの人たち。投資大国でしょアメリカとか、ね、まあ、香港とかそういうのもそうだけど、投資大国と、いっぱい、一番日本ってその、投資って苦手じゃないですか。 そういう国って結局まあこういうこれコロナのことじゃないよだけどね経営者としての言葉だよ1%でお金借りて5%で回れば10%で回ればそれって9%の利益を生むわけじゃないですかで運用じゃないですかそれってやっぱ経営者ってそ,そこのね頭を持たないかんというかさじゃあ、ね、会社じゃあ俺は塗装屋やっとって資金が何億って必要なわけじゃないですか で、その何億で俺のリターンっていうのがゼロだったら、なんとかもからんじゃん。で、ね、あの、給料と取れないとかさ、まあ給料も取っとるで、まあ俺は別に本当に、ね、素晴らしい会社になったなぁとは思ってるんですけど、あの、 結局、お金がなくて、だったら、サラリーマンで働いとった方がいいじゃん、お前ってなってくるでしょで、同じじゃ、ね、従業員で毎月30万円なのと5、5億、あ、まあ、1億でもいいや、1億、まあ、1000万でもいいや、1000万投資して、事務所も何ややって、運用して、同じ30万だったら、リスク高すぎるやん、こっち。潰れた時に、そう、絶対になるんだから。だから、そういう頭は、ま、経営者って持たなあかんと思うんですけど、俺、お金借りることって、本当そんな悪くないと思う俺もう同級生とかいつも、本当に本当に言うんだけど、商売やってるやつらに。 でお金借りることは悪くないもんで、金借りることなくて、無駄遣いすることが悪じゃないですか。だからお金借りて口座に入ったり。だって俺も今こうなった時に、やっぱり銀行からも,もちろん今までも借りてましたよ。で、ここから借金がまあ膨らむんだけど、じゃあ借りてた金も口座に溜まってる。本当にあんまり無駄遣いしないから、まあちょっとのね、気がるんでバってやった時もあ,あるわ、その人生だもんで、ね。だけど、まあ、元来はね、会社の近くの、まあ居酒屋で酒飲んでって、今なんかで、今はね、ちょっとコロナで飲みに行けんくなっちゃってるけど、 あの、従業員と居酒屋行ってて、あんまり認識とか、まあ、行くときは行くもんだあんまり行けんけど、言えんけどさ、まあ、お金借りって、それじゃあ車買おうかとか言ったらもうアホだよ。アホの真骨頂だけど、だけど、無駄なお金使わずに、あの、通帳にプールしてる社員も安心するじゃん。人使ってんだったら安心するじゃん。家族も、自分の奥さんも安心するじゃん。だから、俺は資金を持っていることは悪じゃないと思うから、 まあ、それが気が緩んで使っちゃうっていうのもあるかもしれんけど、もちろんね。うん。だからど、持ってる方がいいんじゃないでしょうか、と思います。えー、チャンネル登録といいね。もうちょっと結構ね、もう多分これ超長い動画やってると思うんですけど、あの、チャンネル登録といいね。まあ、笑って話すような話じゃないんですけど、まあ、またね、ちょっとまた色々いい話もしておこうと思いますんで、あの、ぜひチャンネル登録と。で、次回ちょっとね、こんだけ国が発行してるじゃん、お金を。で、これちょっと俺このまま次喋るんだけど、 あのこれだけ国が保証してじゃあこれってさ国が保証して国がまあ金をどんどん出してるわけじゃないですかでそれ国ってどっから金を手に入れとるんだっていうのをちょっと俺いろいろネットで調べたんですよこんなにボン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 国は金出すけどどっからそのお金を手に入れてんだろうなっていうふと思ってさ うん、で、まあ、ちょっと、ね、国債だとかいろんなね、国の借金何,何兆円とかそういう話をちょっと今度はやろうと思うんで、これちょっとぜひ見てください。俺もすごい勉強したんで,で、そのままこれちょっと話しするんでね、また。じゃあ,あ、また今度見てください。よろしくお願いします。またね。